これまでよりもさらに一歩踏み込んでいく、言いましょうか、こう臨時列車の設定とか、そういったものをさせていただきます。地域に入り込んでいって、私どもにできることをですね、きっちりやらせていただく。JR 西日本広島支社の倉原支社長は、8日に行われた芸備線の利用促進に向けた検討会について、利用促進策がどういう結果になっていくか、しっかり見ながら考えていきたいと話しました。また、JR 西日本は、19日に広島駅で道の駅高野の出張出店を計画するなど、今後は定期的に庄原エリアの魅力を発信する場を作っていくということです。